こんにちは、朝5時です。青空ですが白い雲と黒っぽい雲と出てますね。気温は 23.5 度です。ヘメロカリスワイルド&ワンダフル、今日も綺麗に咲いてますね。グラジオラスの葉っぱにオオカマキリの幼虫がいました。この前見つけたのとは別のもののようですね。黄金オニユリ、逆光です。やはりこっちの方がいいですね。光は順光に限ります。黄金オニユリ、あちこちでたくさん花を咲かせました。アガパンサス、チェリーミルクも何か所かで咲いています。ヘリオプシスです。だんだん花も終わりに近づいているので切り戻したいと思います。また黄金オニユリです。綺麗な雲があるとどうしても撮りたくなっちゃうんですよね。アガパンサス、イナパータス、まだ咲き始めたところです。電柱にモズが止まっています。尾羽をぐるぐる回しながら鳴いています。トモエソウにはクマバチが飛んできました。ヘメロカリス、タスカウイラティグレス、今日もたくさん咲いています。本当に大きな花です。これは中型のアガパンサスですね。小型アガパンサス、リリープット、可愛らしいアガパンサスです。スモークツリー、少し揺れてますね。風が少しあるようです。またまた黄金オニユリです。黄金オニユリには思い入れがあるので花がなくなるまでずっと撮り続けると思います。ヘメロカリス、クレナイチドリです。小型のヘメロカリスですね。キカノコユリ、下の方から撮ってみました。グラジオラスはほとんどのものが終わりに近づいています。オニユリ、開花準備中です。もうすぐ咲きますね。あ、さっきとは違うオオカマキリの幼虫がいました。オミナエシです。小さな小さな花の集まりですね。下から見るとこんな感じです。6時半になりました。青空になってきてとても暑いです。日陰で27度ありますね。ホスタにクマバチが飛んできました。なんと日向は30度になっています。トンボがいましたね。これは何やかねでしょうか。臼の上から撮影しています。6時半とは思えない、日差しの強さですね。今日も真夏日になるみたいな感じです。昨日も相当蒸し暑くて、家の中にいたんですが汗もだらけになってしまいました。この年になって汗もに悩まされるとは思っていませんでした。がっかりです。ヘメロカリス、水仙、上品な色のヘメロカリスですね。そして娘盛り、コーラルドーなど咲いています。タイガーアイスパイダーも綺麗に咲いてきました。そしてこれはいつものワイルド&ワンダフルですね。12時半です。だいぶ暗くなってきました。三尺バーベナに秋アカネか夏アカネかどちらかのトンボがいます。アガパンサス、イナパータス、下から写しています。このトンボはどうやら秋アカネらしいですね。おばさんの指に止まりました。一度飛んでもう一度止まりましたね。今日は今年初めてのトンボ使いとしてのおばさんのデビューの日です。なかなか調子がいいので散歩したりしてみたんですが、黄金オニユリと記念撮影をしようと思ったら飛んでいってしまいました。娘盛りは大小2つでした。丸尾です。今日も暑いにゃと言っています。昨日の夜丸尾が目を開けたまま寝ていたので最後にその姿を見ていただきたいと思います。今日はこの辺でバイバイにゃん。